ほら、なんとなくほら、オーボエっていうのはこのオベイを連想させるがダメだっていうような風な、そういったね、ナンセンスなことでやってきたんですね。OECD みたいな、I have understood. You all were children of your revolution. You all have very strong self or ego or subjectivity. So you request other person. Stop it. I see, I understand your character or nature. とかあのストップってなんでまず主張するのか、ま、私は分かりませんもんね。いやまさにあの素晴らしいリベラルなあの、まあ、あの先進的な、まあ、啓蒙されたあの文明開化の人たちですよね、まあ、フランスのパリジャンのね。みんなはね、あのどんな野蛮人も、まあ、あの猿みたいな日本人もですね、まあ、土人みたいなアフリカ人とか、まあ、野蛮なアラビア人も全員もうパリみたいにならなきゃならないですよね。で本当にジェントルな人々だからあの礼儀正しくってあの謙虚でね、まあ、他人を尊重したそういう見本みたいなもんですよね。
like 君が代 or La Marseillaise Stars and Stripes、Song of Human Being as Species I call such idea as hypocrite okay?単純極まりなくてシンプルでバカバカしいあの曲想と歌詞ですよね。私そう思いますよ。本当に欺瞞以外何もにもないですよね。でこれがまああなた方 の, あの国家である国家というかまあ超国家であるっていう、まあ、例えばその君が代とかラ・マリエ・セールのようですね、実にバカバカしい理想であるということですね。私の場合はこうです。だからまああの喜びの歌のように実にバカバカしいと、まあ内容がですね、本当にバカバカしいあの曲想、あのつまらない単純な曲想とバカバカしい歌詞であるということですよね。あ、本当にバカバカしいということですね。下品な冷静な歌ですよね。歌詞もつまらないですよね。みんな兄弟や、そんなわけない、何をバカなって言ってるのかっていう、まああの本当にまああのそんなあのつまらない話を聞くことで本当にまあ白開けますよね。ひどいってシラーとゲーテのどっちが偉いのかっていう、このゲーテは、いや ポエムじゃないけどゲーテ格言集っていうのがなんであるの、これからあ な, すことあなされることは興味を引くか、なされたことは興味を引かない。そういう感じでしょうか。
まあ、あの多言語できるけど、フェイスブックのポークとかを見るとですね、豚なのかと思ってしまうっていう、そういったね、あの中であの不敬な発想っていうものがですね、あのこうあのこういうふうにあの豚のひずみで挨拶するのかみたいなね、ちょっとひずみで肩をしてそういうね。
愛だから。Japanese middle age 18th century's lover for us this song equal next song reason very simple capitalism or CM as you know
these songs are used in commercial of beer 80s 1980s yeah. Our childhood I saw such CM on TV and memory First one Shostakovich's Seventh Symphony called Death March not IT labor composer expressed World War II certainly but in 1980s in Japanese we renew this song in commercial of beer Second one, sung by Tetsuo Miyoshi, Sugoi Otoko no Uta, a song of a great guy, was also used in CM of beer. It was Mogara no kaisetsu deshita. あのこの7番のですね第一楽章はどうか知らないんだけどあのその他のあれではまあショスタコービッチはあんまりそういうまあ明るいというかシンプルな楽譜にしたくなかった場合もあったみたいでだからそれは意図に沿わない解釈ということでまあ後年回想録で嘆いてるんだけどその回想録自体もですね本物か偽物かわからないという偽証の疑いが強いという人のものでまあだからまあ本当に真相はどこにって感じですよね。だからこれはいつも俺が言ってるのはショスタコービッチの証言ってやつなんだけど偽証の疑いがあると、まあ、出版後で論争になってその後確定したも知らないけど、まあ、かなり偽証である疑いが濃いということになったと思いますね。まあそれはどちらにしてもその証言の細部がですね事実かどうかは別にしてもまあね彼のほらマクベス夫人がどうのとかいうオペラとかですねまあかなりまあね弾圧というか、まあ、いじめにあったことは確かだからまあ、それはまあ歴史的な事実なんですけどね。だから、ね、全部読んでないけど結構分厚いそのオペラの、なんだ現代オペラの歴史みたいな本を借りてきてでそのマクベス夫人の上映かなその前の何かの時にオペラじゃなくてシンフォニーなんかの上映会の時に上演コンサートにスターリンが来てですね。で、終わった後、楽屋とか作曲者のところを訪れて、まあ、感激したという。だけど、そのマクベス夫人とかなんとかの時は、途中で帰っちゃって、で、途中で帰ってしまい、もう当然作曲家の部屋にも来なかった。で、その後、まあ、新聞で、まあ、公式的な非難が展開されたというか。だまあその分厚い本 の, 著者だからその引用によればですね、まあ、ねそれは上げて下げるみたいな、それは計画されたね、シナリオ的なあれだったんだっていうことで、そうだったかどうかちょっと分かんないですけどね。そういった話ですね。
そのマクベス夫人のっていうのはね、この前ね DVD 借りてて一応見たけど、まあオペラですから、まああのオペラっていうかね、だから筋物語の内容とも合わせてなんかあんまりまだよくわかんなかったね。まあそういうことで。まあだからまあそういったね、なんですか、その市の更新局はですね、あのビールの CM 使われてしまうというのはすごいことでもあるんだろうけど、どうなんでしょうかね、それ知りませんけどね、資本主義ってすごいなというふうに思うけど、まあ、確かにね、それだけ取ればなんか警戒もないけど、まあね、明るいような歌で、ね、ね、こんな軽快な、まあ、あんまり市の航空機更新機はあんまり思えない。だからこれはあのなんだ、あのそのヘロ CM ではそのシュワルツェネッガーみたいな、あのそういう町男たちいっぱい出てきて、あのビールを飲んだらズン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 と歌ったっていう、そういったね、まあ、YouTube がなんかその当時 CM 残ってないかなと思うけど、まあ、その会社はちょっと分かんないかな。マーチじゃないし、あの CM の使い出しもいいですね。じゃんじゃんじゃんじゃじゃん、ラッタッタン、タタタタン、タタタタタン、タガラガダンタンタン。僕はね、それはあの CD やそのバンスタインので持ってるんですけど、だけどまあね、あの最近は YouTube とかそのなんだ、あのストリーミングサービスで他の人のもね、まあたまに、もちろんロシアとか旧ソ連のね、指揮者とかオーケストラも含めてね、結構聞いてる、結構じゃなくてたまに聞いてますけど、ね、ショスタコーヴィッチもね、あのシーンもいっぱいあるけど、でもね5番と7番とあと何かくらいしかも知らなくて、あとはほらあのね、ほらあの遺作の最後のほら弦楽四重奏みたいな、あのまああのすごく暗い音楽ね、あのそのたまにあるんだけど、なんだこれはあのロシーニのあの最後のピアノ曲みたいな、あのまあいろんなロシーニの場合自分の作品だけど、いろんな引用でできてて、まああのまあ例えば月光とかも引用されてるんだけど、まあ、非常に暗い音楽ですね。15番の
なんか教えてるじゃん。これもほらポピュラーに編曲されたものも含めて、まあ、結構いろいろ聞いたんだけどね、まあ、でもいい演奏で面白い、いい演奏ですね。ポピュラーってのはそれのまあ何あのロックっていうかメタルっていうかそんなバージョンってちょっと変なものなんだけど、それもね聞いて前に聞いてみたんだけど、それも面白かったですね。なんだけどまあそれはまああのまあその曲層自体はおよそ考える限りられる限り最も暗いみたいな話。まあそういうまああの暗い音楽ってのはあんまりいないという。ロッシーニのあの我が生涯のなんとかの時とあの行進曲っていうピアノ曲はあの割はそんな暗くなくて、まあね、あれやで有名なウィリアム・テル曲の有名なフレーズを引用したりとかして、割と結構あの、ね、温かな気持ちで、まあ、自分の音楽的生涯を振り返るみたいな趣なんですけどね。それはその高橋裕二の CD のどれかに入っているので、あとはね、そのロッシーニのピアノ、そう彼はね、あの、晩年にその老年の罪とか老年のいたずらとか、ペッセ・ル・ビエイユっていう、ピアノ曲集を3回も4回も出して、あのその全集が何通りか出ててですね、僕もそれ全部持ってないけど、その曲が入ったの CD 持ってて、あとは何あのストリーミングサービスとか YouTube にありますね。だけどそれはあのその老年の罪っていうのはあの結構4巻も5巻もあるから、あのでその CD も YouTube も何やそう多分いっぱいあるので、まあ、全部聴こうと思うとね、まあ、時間もかかり疲れるかもしれないね。だからそのピアノ曲はともかく、あの僕はあのロッシーニのオペラとかも含めてあんまりオペラの関係とかあんまりその何これまで見てないから、そういうのをね見たりいろいろ知ろうと思ってはいるんだけど、なかなかですね、あのなかなかまあいろいろ手が出ないっていうね。まあ、オペラの場合はまああのね、視覚的な効果もあるし、また言葉の壁もあるからね、なかなか分かりにくいというところもあるんですけどね。今読んでいるのはそのフェリックス語りの割と晩年の本なんですけど、第1章の冒頭がですね、あのなぜ固有種か、固有種、当時、超有名だった喜劇タレント、まあ、当時
ちろん有名だったんですけども、我々日本人っていうのはまああんまり知らないですよね、こういうのとね。コリュー州とともにフランスの政治はその尺度をまた価値の単位を見出した。今日、シラク一人がほぼコリュー州一人に相当し、マルシェ一人が当選する以上の価値を持つということはなく、またミッテランがコリュー州二人分に値し、差し当て実感実感はコリュー州三人分に相当するということを人々は知っている。セドンに調査におけるコリュー州の株は上がる一方であり、それに対応してセドンの方もまた目覚めつつある。日本で言えばですね、まあ、例えばその山本太郎現象みたいなものかなというふうに思うんですけど、な僕思ってないけど、なんかよくね出先で読む、まあ、雑誌的なものに、まあ、あの中にですね、あのこれは誰だっけ、ほらあのキリンのなんさ、誰でしたっけ、ロックンロールっていう人、あの人ね、もう一回ほらあの都知事選に出てるんですよ。で、あの泡沫候補と思われたけど、あの5位まで伸びたんだけど、だけどまあ彼の場合はその後まあ社会的な発言をしているといえ、そのまあそういうことですね、あの、まあ、批判的に政治にかむってことは多分なかったと思うんだけども、まあ日本におけるそういったものに似てるんじゃないかと見ることはできると思うけどね。で、要するにそのフランスでコリュー州っていうあの、喜劇タレントが大統領に出たんですよ。するとまああの話題になったんだけど、あのまあするとこれもまあ僕は山本の嫌いなんだけど、しかしまああのフランスでは似たような現象が起きたっていう、つまり賛否両論。しかし社会的に高い地位についている人々は、こうした事態に満足していない。コリュー州の立候補は彼らの中にある興味深い反応を反対衆的であると同時に反知識人的でもある反応を引き起こした。毛毛の省庁、各県の行政府、党の本部や新聞、テレビなどで彼らはそれぞれの反応を示したのである。これらの反応は長老や部別によって始められ、脅しや検閲命令によって継続され、現在コリュー州は死の脅迫にさらされている。でそのコリュー州って人はあの別に暗殺とかそういう話じゃないと思うけど、この後まあ自動車事故でもなくなってますもんね。コリュー州は第1級の新しい公共の敵となったのであり、彼は一種の脱走兵、裏切りの非業者、ストライキとかサボタージュなのである。最も卑俗な言葉、テレビでは決して聞かれることのないようなによって、かつ知れない人々が共有する一つの拒絶を表明することで、コリュー州は無理ある武器を、それを真珠の権利、神から与えられた権利として保有していると信じする者たちに向かって反転させることに成功した。まあこれもまああの最近のあれで言えばその左のポピュリズムみたいなね、そういったものなんですかね。で、まあ、ガッタリーたちはそのコリュー州支持の呼びかけに関しては最初はあんなものは選挙を真面目に考えないサブカル的な遊びなんだよみたいに歪償化しようとしたけど、その後で突然、新しいプジャード主義、ピエール・プジャードが1950年代始めた商人、職人を中心とした愛国的反政府運動か、ひいてはファシズム型の反議会主義の温床となるような危険な扇動的プロパガンダであることを発見したのである、ね。まあ、これもね、まあ、どこの国も事情は同じだし、まあ、そういうふうになる可能性も確かにはいろんな場合もあるんだということは言えるんだろうなと思うけどね。まあ、どこの国でもあんま同じだなと思うけどね。
だからまあそういったものが出てくると、まあ、最初はその選挙とか議会政治を軽んじる遊び的なものだよっていう賠償化的な反応が始まって、あの、まあ、それにとどまらない動きになるとですね、まあ、あの危険であるっていう話になる。これはね、日付はね、1980年のヌーベル・オブセルバトゥールの12月15日号ですね。でもちろんあの古竜氏はあの暗殺じゃない、落選数字またその後死んでしまったわけですけど、その2つ目があのフランス式人種差別主義に関してっていう。この日付は1981年ですね。まあ、この論集とかエッセイ集はもともとはこのあのラネ・リベークっていう冬の時代っていう、まあ抑うつ的なタイトルなんですけど、あの日付的にあの彼があのミッテランの政権にかなり協力したけど、なんとなくあのがっかりしたという後に書かれたという、ね、あそれはそのなんだ、あの現実政治家というのは、まあ、医療道具 の言うことは聞かないのだというふうに見るべきなのか、全くもそうなんだけど、逆に彼以外 の、まあ、あの左派知識人や言論人の多くはですね、まあ、あの全くの非協力だったらしいんですよね。我々がよく知ってた4例する、まあ、風光とか、まあ、ウルーズのとかなんとかだけど、要するにまああんまり非協力だったということで、あのバタイの場合はあの割とそのそれにまあ協力する姿勢を取って、まあなかなか思うようにあのまあラリカが進歩的にならないから、まあがっかりしたという経緯があった。まあ、これはね、あの、まあ、割と彼の晩年のまあ状況的な本なんですけど、まあ、あのその晩年の彼を、まあ、晩年だけじゃないんだけども、結構ね、よく分かんないモデルとかですね、まあ、用語とか単語化して分からなくなってしまったんだけど、まあ、そうではない、まあ、割とね、平面話で、あの、まあ、賛否は別にしてとにかく分かるから、それはいいんじゃないかなと思うんですけどね。それからあのこの本にはあの、ミシェル・フーコーが亡くなった時の、まあ、フーコー論ってフーコーに関するエッセイが入ってるんですけど、まあ、それは彼にしてはあの、まあ、彼にしては非常に、まあ、本格的な、まあ、エッセイというか、まあ、あれですね。一つ引用があるんですけど、あのなんだあの魂というものを錯覚だとかイデオロギー的効果だと言ってはならない、それは確かに実在性を有しているのであり、それは、絶えず算出されるものであり、
身体の周囲に表層内部において産出されるのである。でこれは韓国語の誕生からの引用なんですけど、まあ、精神とか、まあ、魂ってなんかまあ半ば皮肉に言われてるんですけど、まあ、彼が言うようなその主観性というものがいろんな仕方で作られていますよという、まあ、それだけのことなんですけど、まあ、だけどまあフーコーは別にそういったものをですね、妙にまあ理論化しなかったから、だからそれがかえって偉かったなと思うわけですけどね。つまりそういうことだけをメインにものすごい概念装置コモデルを作るとも大変なことになってしまうというのは、まあ、我々はよく分かるところだと思いますね。そういう感想です。今の僕感想はなんか日本のですね、日本の何すごい語りとかが影響された語り派みたいなとかあんまり好きではないっていうか、まあね。まあ、確かにそれは新しい人間性の算出かもしれませんけど、そこへこそ出す喜びなのだと闘争線を引いて、あんまりそういうことを大掛かりにやるとなんかまずいんじゃないか、滑稽なんじゃないかと思う。芸術家の思い出みたいに行こうと思って、分かるもんね。
Thank you.
し、thank you.
人あんまりいないんですよね。いやいや、それは知らないからやろ。さてと、thank you.
Thank you.
ても春をもったない、エトラーゼ、愛愛が染まれ、thank you.
Thank you.
Thank you.
私はあの目の上のタンコブみたいにして、なんかあのフィスドピュート、なんであのインバイの子供っていうことだけど、インバイの息子みたいな書き込みとか、あとなんであの iPhone 捨てるとか聞くのやめようとか、そういったねあの罵声が浴びせ続けられてます。あれあのどれ強烈やからな、あの激しいからね、ちょっとあのアハズレに言われてもしょうがないかな。目の上のタンコブ、あの、あれタンコブ師って言うてたら、タンコブ師、タンコブ師。一言文句を言う前に、ほれおふくろさん、あ、ほれおふくろさん。あんたの娘を信じなさい、あほれ信じなさい、ほれ信じなさい。タンタダッタタラタンタンタン、タンタダッタタタタンタンタン。あそれ一言文句を言う前に、ほれおふくろさん、ほれおふくろさん。ないな、赤本にタンコブシ。タンコブシあるよ。トラタのとこにないよ、なんか。あ、赤本の入りの方にある。タンコブシなんかどういうか、タンコブシだからないと思ってんだから、タンコブシ。本当に本当にご苦労ね。本当ないの？ないないない。月々返すよ。ない、本当ないの？ないないない。だけどお母さんあの本の中に日本民謡ってところにあるよ。あの民謡、どこどこ民謡、どこどこ民謡ってあるやろ。お母さんの譜面とかやろ。これか赤いのか黒いのかどっちかに。それじゃん、赤いぐらいの、赤いの方がいい。赤い方やな。これはあれ、テキレザマン選ぶ、これ ABC 上。赤い本がどこあるやろ、赤いの。
朝の月のに結婚式を何を葬式をないから。あ、それよかったね。日本人は一言も文句を言って。ゆうまえりんフォーレおふくろさんフォーレおふくろさんと。だとおじさんでいいのね、待っときいいの。あ、いいよ。佐野さ、うん、佐野さ、ケツオブシ。これは何順になってんの？え？五十音順になってんのこれは。五十音順ない。順番どうなってるこれ？順番は特にないの？順番なんか日本民謡と色を変えてる。さ、だからそのさよさよなら花嫁人形。あ、一番最後のさよならとか。さよならとラビラルってなんとぐなれてる。キツオブシ、サドウケサ、ソーランブシ、オコサブシ、カルサメ、この辺に日本民謡って書いてある。おてもやん、うん、ソーランブシ、キツオブシ、サノサ、タンコブシ、ピアノできるんだよ。タンコブシこうやってるの、うん、まあ、今のとここの辺あったよ。これは花笠踊り。あ、はい、タンコブシも書いてるよ、小さく。なぜないんだ。タンコブシない？だから許されないね。ああ軍艦とかに紛れ込んでるんじゃないでしょ、ね、海行くかは。本当にない、なかったら許されない。なかったらやったら。パリの誰にもした五大師、帰れソ連とへ。相馬ボン歌、ソーラン節。なんでないの？しょうがないな、じゃあもう、なくなるか。ああ、そうまぶし、ちょっと待って。あるでしょ？ない？なかったら許されんで。ちょっとないんだよね。ちょっと見てくわ。まあ、しょうがないですよね。うん、これはなんか完全に怖いだよ、これね。What is it? Funny sound.
Thank you, you are listening. Goodbye.